成田空港会社によりますと今月9日から18日までのお盆期間中、国際線を利用する人は去年の同じ時期より25万人ほど増え98万5900人に上りコロナ禍前の9割近くまで回復すると予想されています。出国国のののピピーーククはは今月10日日土曜日の5万7,000人、入国のピークは 十七日土曜日の五万四千六百人です。成田空港会社によりますと、今年はインバウンド需要に加え。夏休みを東南アジアなど、海外で過ごしたい日本人の利用も好調ということです。一方、国内線の利用者は、去年の同じ時期より一万八千人ほど少ない。二十五万二千人で、こちらも出発のピークは。 今月10日ですが到着のピークは18日日曜日となりいずれも利用者は1万3500人と予想されています。